神戸巨一、神戸巨一から1926年11月25日は、日本の実業家、東京伝統社長、公衆財閥の重鎮。1862年3月21日、飼いの国鶴郡東葛村に出まれる。成果の没落により、苦学して和仏法律学校を卒業する。山梨県会初期となるが、和歌を一平に認められて、 東京馬車鉄道の支配人に抜擢される。その後、日本鉄道の専務取締役を経て、公衆財閥系の東洋モスリンの設立に参画し、専務取締役に就任する。1911年に東京電灯に入社し、翌年、佐竹作太郎の後を受けて社長に就任する。折から激化していた東京の電力供給の派遣を争った3。 電光層で東京電灯を勝利に導き、東京電灯の黄金時代を築いた。また、新越電力を創立し、東京商業会議所の特別議員に就任し、実業会において重視された。1926年11月25日に死去、64歳。学校や各種団体などにも多く支援をしており、故郷の東、桂小学校には、 愛嬌学堂と命名した行動を寄贈し、また、和仏法律学校の運営資金や、大学昇格する際に、多額の寄付を行っている。官報大戦499号、付録、事例2931年12月28日、鶴歴史クラブ愛嬌学堂。ありがとうございます。